はい、こんばんは、松戸市の石塚優です、今ですね、ちょうどコアラ食堂にご寄付をいただいたお米をですね、精米をしているんですね、精米所の方で、寄付でいただくお米っていうのはですね、意外と普通のお米というよりも玄米でいただくっていうのがですね、結構多くて、そのたびにですね、精米所の方で精米をして、おります。お米の寄付ですね、結構ですね増えてきてはいるんですけれども、コロナ禍の中でですね、緊急事態宣言が第2回目が出されて、結構ですね、困窮している家庭、困っている家庭ですね、多く増えてきております。ぜひね、お米をはじめですね、こういった物資のご寄付ですね、まだまだ受け付けておりますので、どうぞそういったものがございましたら、小原食堂の方にご寄付いただきますようお願いをいたします。精米をしております。ありがとうございました。またのご利用を。今回の精米所の方からですね、コアラ食堂のお米の精米状況について、動画を撮らせていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。